はいえー、皆さんこんこにちはプロフフォトグラファーの中村です、はいえーね、虹の写真で虹の写真っていうのはねなかなか難しくて、えー、虹の濃さっていうのはどうしてもその虹本体の色に左右されてしまいますつまり物理的に濃い虹なら濃く映るし、えー、薄い虹ですとどうしてもレタッチ現像でこう上げていくっていうのはちょっと難しい作業になります。 えという意味でね、えー、少しやっぱり虹を出そうとして、えー、と他のとこまであの無理しちゃったかなっていう感じはします。元の写真があるんですけど、まあ、これが元の写真でやっぱりちょっとあの、ね、虹が出たというすごいいいシチュエーションで、えー、シャッターチャンスはねあのうまく収めてますが、まあ、やっぱり少しこの出方が薄かったのでこれをね老現像で出すっていうのはなかなか難しい部分があります。 シャリュされて虹、まあ、が、ね、くっきり出たので、えーまあ、これも、ね、練習としてはまあいい経験になったのではないでしょうか、えー、そうですね、ここが出,た出すためにコントラストを上げたりとか、えー、いろいろ処理をされしたためにちょ,ちょっと、ね、あの羊とかこの木がちょっと、ね、イラストっぽくなってしまったのが、えーね、もったいないというか、まあ、しょうがない部分ですので。 まあその辺のバランス加減をうまく見ながら、えー、やっていかれるとねいいですね、うんあのー。パッと見はまあみね虹きれなんでまあちょっとこれはこれで練習として、えー、いい、ね、経験値が詰めたんではないでしょうか。うん、で,ですので、まあ、写真として見るともうちょっと抑え気味にで特にこの辺、ね、注意しながらやっていかれるといいです。 はい、えー、次の作品ですと「一、え、識、ー、海岸」ってね神奈川の海岸で、まあ、僕も割と好きな海岸で相模湾の中にある、えー、割とこうなだらかな、ね、感じで優しい感じの海岸なんですけれどもでそこに落ちる夕日を撮、ね、られた作品です。で、えー、こちらがですね「えー、ビフォア」なんですけれどもやっぱりちょっと水平線が曲がっているっていうのを気にしてられてますよね。 で直すということで,えでえこういう感じで水平線を直してえあとはこのね夕日のサンロードがねまああのちょっと露出をアンダーにえー直すことでえちょっと夕日感が出てきましたえあとコメントでちょっとこの辺をもうちょっと出したいっていうふうにえおっしゃっていますけどこれはどうしてもあの物理的というかえ結局あのやっぱり あのもちろんレタッチでねなんとなく増やすことはできますけれどもそれだと嘘になってしまうのでまあそれはやっぱり撮影条件のいい時に撮るしかないというふうに、えー、お答えになります、えー、やっぱりどうしても元の写真をきれいに、えー、撮るということが大事ですので、えー、元の写真で、えー、キラキラがねあの出る時にもう一度、えー、撮影にね行かれるといいですよね、えー、あと鳥が来てシャッター, <laughs> えーと慌てて切ったっていうですねちょちょっとまあ 1>, あのー、1匹だしちょっとちっちゃいので、えー、もっとなんかいっぱいいたりとかねすれば絵になるんですけど若干んかなって、えー、気もします、えーまあ、その辺含めてね,、あのー、ね夕日の写真というのは、えー、少しねアンダーにするといいということとあとこういうあの水面のサンロードとかこうキラキラというのはあのー、やっぱり、えー、撮影条件がいい写真じゃないとなかなか。えーと ロゲンズレタッチで寄り出すっていうのは、ね、難しいというかねわざとらしくなってしまうので、ね、いい海岸ですし、ま、あの三浦半島を、ね、ずっと撮って,って行かれてもいいと思うので頑張って夕日の写真ね。はい、えー、次行きますあのね武甲山ですごいシチュエーションがいいところなんですよ。ねあのー、春らしいですしね、えー、またねいい具合に、あのーね、隙間のところからこのピラミダルだねあの山の表現ができてますしね。 えー、でこれが元の写真なんですけれども、あのー、これでも結構きれいなんですよ。でこれでここだけちょっと出れば、あのー、なんていうのかな完成するのかなっていう感じなんですけれども、えー、どうしてもちょっとやっぱりパッキリ感を <laughs> 強く出しすぎてしまって、えー、イラストチックになっちゃってるのが、えー、惜しいです。でまあ今回は講座ですのであの練習としてねあのやって で行かれたということでであれば全然問題ないですであの,、ね、このレバーを譲るとこうなるよっていうね練習としてやって結果こうなったっていうことであれば OK ですし、まあ、いろんな、ね、経験値を、ね、上げることができたのではないでしょうか。えー、で、まあ、ただねちょっとこの状態ですと、まあ、やっぱり少しコントラスト明瞭度等が高すぎますので、えーね、あと霞の除去ですかね霞の除去もね、まあ、確かにこの辺の霞の よくかすとパッキリ出るんですけど、これももう少し気持ちあの抑え気味にしていくとあのシチュエーションもいいですし、いい場所いい写真ですので、えー、ちょっと下げてね、えー、表現されていかれればいいと思います。あのどうしてもねパソコンで見るとねパッキリくっきりがあの綺麗っぽく見えてしまうんですよね。あでもあくまでも綺麗っぽくなので、えー、細かいねディティールとかそういうのがあのあんまりコントラストとか明瞭で上げるとなくなってってしまうので。 えー、そういう立体感という部分もね大事にしながら、えー、美容車のね一眼レフですので、えー、潰れちゃったりとかそのねあれしてしまうのはもったいないので、えー、トーンを残しながら、えー、ね綺麗に見えるように現像ねされていくといいですはい、えー、次の作品ですね、えー、桜の、えー、作品です、えー、ねこういう感じであのー、ねちょっとやっぱり白っぽいかなっていうのとまあ、人があのー、どうしてもねいるので。 えー、処理をねされています。で練習としてもねあのいい感じで合ってますよね。こんな人の消え方なんてねなかなか見事ですよね。でですね、えー、人の消し方は、えー、いい感じです丁寧に消されてます。で桜のピンクも、えー、綺麗に出ました、えー。白っぽい桜が綺麗に出て、あと青空なんかもねこれはハイライト処理によるもので、えー、ハイライトを少し下げることによって、えー、JPEG 取って出しよりは えね、このバランスとしてきれいに出てきに出ます JPEG と正しいというのはどうしてもメーカーの中で決めたというかが、まあ、やってるプログラムですので、まあ、飛びすぎちゃう部分というのは逆にあるんですけれども、まあ、自分でン元像することによってこう、ね、もともと残ってる空のデータを引き出すことができるのでそのやり方は、えー、と正しいですので今後とも、ねえー、ちょっと対応していただければと思います。 であとはですね、まあ、桜を出すためにちょっとこうあのパッキリ感を出すために、えー、処理されてるんですけどここの芝だけ少しね強くなっちゃってるんでその辺の何、まあ、ていうのかなシーソー加減が、えー、今後のまあ課題になっていくので、まあ、これはこれで練習でね、あのー、よくね、あのー、現像されているので、えー、次からはね主題も大事ですけども周りのこういうところも、えー、気をつけながらこうねあのパラメータのこの。 ね、操作のバランスなんかを見ながら、ね、処理されていっていただければと思います。